さあゴール前の主導権争いもありますが、これはグランダーのクロスに行ってシュート。まだ手元の時計で開始から1分40秒過ぎというところで、まずは先制ゴールはアウェーのベガルタ仙台。この渡辺進監督の表情、これはもう用意されていたサインプレーですよね。もう完全に清水の選手が最初の波ニアに飛び込んでいた選手に全員が釣られて入ったところで逆の動きをしてきた。そうですよね、はい、この選手に決められたというらしいんでしたけども、8番の松下です。そうですね、松下だけがもうサインプレーで逆の動きを取っているというところですよね。やっぱみんなが全員がエスポスの選手全員がやはりニアに気を取られましたよね。仙台はここまで6試合連続で先制ゴールを許しているというような展開の中で、久々に欲しかった先制点をつかみました。